皆さんこんにちは。ありがとう日本、和塾でございます。今回は国民国家と対抗国家ということで、実は同じ日本という国を見た時にも全然違う受け止め方をしている人たちがこの日本にあるんだというあたりのことをお話ししたいと思います。日本という国を考える時に、縄文以来ずっと継続し繁栄している日本、初代神武天皇以来ずっと現在にまでつながっている日本というものを意識して、日本という国を取り戻そう、日本の格調高い文化っていうものを、これをしっかりと取り戻していこうとされる方がおいでになります。一方で日本という国は8月革命説といいますが、昭和20年の8月に敗戦という革命によって新たに日本国というものが誕生し、そして昭和22年に日本国憲法というものが布告されることによって、日本は全く新たな国として生まれた国家なんであると、このように主張される方がおいでになります。だから日本列島の中には、なるほど江戸時代もあったし、奈良平安の昔もあったし、あるいは縄文時代もあったけれども、現代日本というのは大日本帝国でもなければ、幕末まで続いた徳川将軍の国でもない。今の日本というのは日本国憲法に基づいた日本国であって、大日本帝国ではないし、雨の下と言われていた江戸時代 の日本でもない。大日本帝国という名称だった日本は昭和20年の8月15日に滅んで、で今ある日本っていうのは全く新たに建国をされた国なんだという考え方をしている人たちがいます。で実はこれ、そんなこんなのおかしいじゃないかと思う方もおいでになると思うんですが、実はそれはそれで正しかったりします。どういうことかというと、国っていうのは英語で言うとネーションとステートっていう2つの言葉に分かれるんです。ネーションっていうのは歴史伝統文化を一つにする同族集団としての国家のことを言います。日本で言うならば縄文以来続いている、ね、2万年近く続いている日本、あるいは奈良平安の昔を持ち、鎌倉時代を持ち、江戸時代があり、大日本帝国があり、そして今は日本国というふうに名前が変わっているけれども、でもずっと一貫して日本には日本の歴史というものがあるんだよというふうな考え方をするのが、これが国をネーションと考えている場合の考え方になります。一方ステートっていう、まあ、英語で言うステートの場合はどうなるかと言いますと、ステートっていうのは政治体制のことを言いますから、ですから鎌倉政権と足利政権では政治の体制が全く違いますよね。ということはこれ別な国なんです。そして大日本帝国当時と今の日本では、日本国憲法下の今の日本では国の形が違います。例えば大日本帝国には貴族院という議会がありましたけれども、今の現代日本では貴族院ではなく参議院と呼ぶようになっています。つまり国の形が違うんです。国の形が違うということは、これは別な国である。これね、日本語ですと同じ国っていう表現になるから分かりづらいんです。ネーションとステートの違いなんです。まあ、ややこしいっちゃややこしいですわな。じゃあどうして戦後日本という形を新たに作ることになったのかといえば、大日本帝国というのが軍国主義であって、で周辺の国々に大変な迷惑をかけるようなろくでもない国であったんだ。だからろくでもない国であった大日本帝国に対抗して今の日本国というものが出来上がったんだ。今の現在の日本という国は大日本帝国に対する対抗国家なんだというのが、これが8月革命説を唱えている先生方の基本的な主張になります。あくまでも大日本帝国、現代日本というのは大日本帝国に対する対抗国家なんだから、対抗国家っていうのはその前の政権っていうものを全部否定します。全否定します。だから戦前戦中までの明治政府が行った政策っていうのは全部否定の対象です。何一ついいところはなかったという考え方になります。
そしてその考え方でいった場合、徳川幕藩体制と明治新政府はまた徳川幕藩体制に対する明治新政府が対抗国家として成立したんだという解釈になります。明治新政府は対抗国家ですから、徳川幕府がやっていたことに対して対抗して作られた国の形ですから、徳川幕府の当時にあったことは全部否定です。全部良くなかった。江戸時代の日本というのは最低最悪という立場になります。そしてその立場に基づいてさまざまな情報が集められて、ね、これ見たことか、だから江戸時代はひどい時代だったんだ、これ見たことか、だから明治大正昭和初期っていうのはとんでもない時代だったんだということがひたすらに繰り返されるということになります。この対抗国家っていう考え方というのは実は日本の周辺国にもありまして、 C 国や あるいは K 国といったようなところっていうのはまさに日本に対するかつての大日本帝国に対する対抗国家として成立した国になります。したがって自分たちが政権を取る前に自分たちがやってきた悪逆非道の限りっていうのは全部ことごとく大日本帝国がやったことにされています。なぜそんなことが大手を振って曲がり通るのかといえば、それはその C 国や K 国っていうのが対抗国家だから、大日本帝国に対抗して作った国だから、対抗して作ったということは大日本帝国当時のものは全部悪い、全部良くないっていう立場になるわけです。ここでまた大切なことが起こってくるんですが、対抗国家には国民国家としての意思がありません。国民国家っていうのは国民が主役の国です。国民がまさに主役となって、国民が選挙をし、国民の代表者が選ばれ、その国民の代表者によって政治が行われるっていうのが、これが国民国家の定義になります。けれども対抗国家の場合には、対抗すること、前の国の体制、つまり大日本帝国に対して対抗することが国家成立の、あるいは国家存続の条件ということになりますので、国民の一人一人は別にどうでもいいんです。国民の一人一人がおまんま食えなくなろうが、生活状態が破壊されようが、あるいは雇用を奪われようが、そんなことはどうでもいいという考え方になります。ひたすら国是とするのは前の政治体制を悪者にすること。だって対抗国家ですから。だから戦前戦地の日本は軍国主義だったんだ、とんでもない国だったんだ、それに対抗して今こうして日本国ができてるんだ、だから日本国は戦争しないし、戦争は放棄するし、争いがあっても争いに対する解決方法っていうのは戦前戦中とは全然違う、つまり何が正義なのかということは一切問わないというふうな考え方っていうものが敷かれてくるようになるわけです。国民が国の宝ではないんです。対抗することが宝なんです。ややこしいですよね。でも国民国家ではなくて対抗国家という選択をした瞬間に、その国では国民の安心安全は保たれない状態になっていきます。国のそもそもの出発点、立脚点というのは、これはその国の歴史そのもの、それから先の未来を全部決めてしまいます。その未来を決める大切な国の成り立ちにおいて、そこをただの新体制としての、新政治体制としてのステートとして考えるのか、それとも縄文以来ずっとずっと続いている日本という国、日本というネーションというものを大切に考えていくのか、この2つの違いは大変に大きな違いということになると思います。ありがとう日本、和塾でございました。